ラーガーシュテッテはドイツ語の通俗語としては、ベッド、休息地、休息所、野営地、キャンプ場などの語義を持ち、ラガーストットと同義である。地学全般の用語としては、交渉を指す。古生物学等を含む地質学分野では、特に保存状態の良い化石を算する土地を指す、用語である。複数型ラガーシュタットンで用いられることが多く、 日本の地質学では、慣習的に、ラーゲルシテッテンと読み書きされる場合がほとんどである。本校では、3の、ラーゲルシテッテおよび、ラーゲルシテッテンについて記述する。魚の化石を産する新生大シニ与の、ラーゲルシテッテンである、米国は、ユタ州にある、グリーンリバールイソーラーゲルシテッテは、古生物学等を含む、地質学分野において、 特に保存状態の良い化石を算する土地を指す専門用語である。ドイツ語、英語、フランス語、日本語などでは複数型ラガーシュタットンで用いられることが多く、日本の地質学では、慣習的にラーゲルシュテッテンと読み書きされる場合がほとんどである。世界の主要なラーゲルシュテッテンを示す。EN は英語版ウィキペディアへのリンク。ありがとうございます。